はい、どうも皆さん、こんにちは。渡辺です。今日はですね、リアルサロンワークをちょっとお届けするんですけれども、お客様のちょっと今回のお悩みが、毛先のパサつきが気になるっていうのでね、ご来店されました。その毛先のパサつきを改善するためにカットをしたりとか、あとは今話題のトリートメントアイロンでパサつきを改善させてみました。さっきの下の部分切っちゃいますね、じゃあ。はい。この部分。うん、これちょっとシュッとなります。もうちょっとこうシュッと細くなるんですね。ここから少し見る。っていうので切っちゃいました。巻いた方がいいですか？ちょっとだけ軽く。私にもできそうです。もちろんそう、それをちょっとねやります。今っぽく姫カット。いや違います。姫カットってここだけじゃないですか。で前髪こうめちゃくちゃあるやつですよね。ここでこうやって、これが姫カットです。だけど前髪があるってことが前髪があって、でここがパツってなったらお姫さんですけど、うん、これそのパツンとしてないのでそこまでいかないです。独立してるってことで、こうなった方が顔周りもちょっとスッキリしていて、ちょっとお顔も小さく見えるので、なので、まあ、前髪がドスンと長い人だったらここまで切っちゃう人もいるし、うん、だからやっぱりより小顔にも見えるし、なんか前髪伸ばしてる人に関してはじゃあここが前髪だったんで皆さんみたいにちょっとね横の幅を増やしてあげることによってよりここの、ね、うん、骨の部分を隠れるから、そういった部分で作ってる方がいるんですよ。ちょっとクラウンなんとか。下は綺麗に巻いて、で前髪はクリッとします。オイルつけて毛先を巻いていきます。髪の毛がギュッとキューティクルが整ってめちゃくちゃ綺麗に。オイルつけてアイロン入れたらダメなんですけど、これめちゃくちゃ低温でできるんですよ。だからトリートメントをつけて普通アイロンを入れたりするとなんか焼ける感じになるんですけど、これめちゃくちゃ低温でトリートメント効果があるアイロンなので、これでちょっといたわりながらスタイリングをしています。だから温度は60度。うん、でこれがなんか LED、うん、ですね、を優しくこうしていきます。で前髪は最後に丸くちょっとつける。とりあえずね、温度が高いとダメージが出てくるんで、そうなんです。これは本当にトリートメントみたいな感じです。だから逆にこう普通高い温度でアイロン入れちゃうと髪の毛硬くなっちゃうんですよね。これ低温でなおかつトリートメントついて LED の効果があるんで、こうやってツヤが入れてるだけで、はい、でも一応ねアイロンなんで軽くこうやってスタイリングはできるので、なんか面白いアイロンです。いや、いいっすね。ツヤがいい。髪の毛
けどやっぱりこうアイウェイでと電が整うので、うん、よりなんかその光の反射とかもすごく綺麗に見えるから背を伸ばすと、まあ、高いものが上がると見えたりすると電気をまとめるのとかなんかいいですね。いいですよね。まとまって、艶を出すのであれば髪の毛の目元の上にやったら全然 OK です。ちょっとグリーンと入れます。100円で入れます。コテでも全然いいんですけど、なんかアイロンでもこのままできる、できる、はい、丸みつけるだけなんで、うちにこういう丸みを優しくつけます。反対側もこの流すの前髪を塗ってこうやって丸みをつけるだけ。流そうとしないでこのままこうやって丸みつけるだけ。ごめんなさい、ちょっと今邪魔ですけど、すいません。これを後ろ流してあげると毛流れが出るので内に巻いただけで、そうでしたら、そうです、パン、大体またこういうのを残っただけ。前髪とかは全体の髪の毛がついてからつけてあげるとベタつきづらいんで、ほんのちょっとです。努力、はい、こんな感じになるっていう。 OK です。はい、ということでね、今日はこんな感じで毛先のパサつきを解消してみました。今後はまあリアルでね、まあ、お客様が今悩んでいることだったりとかをね解決していくような、動画をまた発信していきますので、よかったらぜひ参考にしてみてください。今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。今後もね、皆さんが綺麗で可愛くなれるような動画を作っていきますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。